だいぶ奥の方入ってきたんですけど、ね、なぜ何かこうバイクが上に置かれているという何か、まあ、奇妙な風景がありますね。ずっと錆びっぱなしなのでもったいないな、もったいないですよね。金属回収して溶かしゃいいのにって奥にいっぱいあるみたいですね。なぜ放置してるのかよくわかんないですね。あちらの車もそうなんでしょうけど、完全に放置ですね。量がすごいですね。もうちょっと高いところから落としたらよく見えるかもしれないですね。積み上げられてますね。50台ぐらいありそうですね。そこまでじゃないかな、どうだろう。あの下にいっぱい先ほど隙間からの山本バイクが転がってるのが見えたんで、まあ、早く回収しなかったらもったいないでしょうね。まあ、河川の続きがこちらなんですけども、あここから上の方には行ったことないかな。まあこういうふうなことになってますね。ちょっと電源切ります。